今日の競馬の結果報告ですね。外れましたね、皆さんお気づきでしょうが。はい、また1レース目で終わりました。もう関屋記念、小倉記念をやって、唯一ね、重賞じゃなかった札幌メインだけ当たるというね、まあ、ウィン5の私の3頭見たら、まあ当たってそうだなという馬券なんですけれども、いやー、1レース目が鬼門になってしまってます。関屋記念もね、申し訳ないなと思いながらね、それは小倉記念もね、ウィンズ宮崎さんに呼んでいただいてたので、そこでね、コンビで前予想発表をしたりだとか、でも飛行機の都合でちょうど関屋記念が走るぐらいにタクシーを呼んで帰っていったので、外れたから逃げるように帰ったみたいな感じになってね、はい、すごい帰りしな、恥ずかしかったです。また小倉記念に関してはね、MC してるお姉さんにね、お姉さんの本命は何なんですかって言って聞いた馬が勝ったんでね、我々の本命馬は来ず、いやー恥ずかしかったっすね。まあでもね、競馬をやっているおかげでウィンズ宮崎さんに呼んでいただいて、久しぶりにね、宮崎なんでね、私は親父の方の田舎がね、久しぶりにいとこのお兄ちゃんと娘さんがね、迎えに来てくれて、前日だから前日泊まってたんですけどね、宮崎に。でお墓寄ってもらえたんで、久しぶりに10年ぶりぐらいにね、じいちゃんたちが眠るお墓にね、手を合わすことができました。厳しいんですよね、なかなかね。私はおかんがもう新潟の、もうね、軍ですから、軍のつくすごい田舎で、で九州の方もね、空港からめっちゃ遠い場所にあるお墓もね、皆さんの家もというところなんで、なかなか行けないのでね、いつもお盆になるとお墓の方を向いてね、手を合わせたり、いとこがね帰ってたらちょっと俺の分持ってお願いしたりね、するぐらいしかできなかったのが、久しぶりにね、帰れましたね。またすごいタイミングやなと思って、親父がのね、初盆、親父の誕生日にやった8月6日の初盆からの1週目の日曜日にね、ちょうど呼んでもらえて、で来週はお母の誕生日というところでね、すごいタイミングでね、ウィンズ宮崎さんが呼んでいただいて、ありがとうございました。当たればもっと良かったんですけど、そううまいこといかないのが競馬なんでね。まあ、小倉記念といえば、過去に私は300万当ててるレースでもあるので、はい、かなり期待をされて読んだみたいですが、まあどう見てもね、荒れそうなメンバーじゃなかったレースなんですけど、無理やりね、荒れるかなと思って頑張ったんですけど、やっぱ荒れなかったですね。まあなんやかんや言ってね、でも親戚の家に泊めさせてもうて、そこのご家族と兄貴のね、兄貴じゃない、親父のお姉ちゃんがね、まだ元気なので、はい、親父のお姉ちゃんとね、一緒に、まあ皆さんと一緒にバーベキューをいただいて、やっぱ宮崎はうまいですね、普通にね、牛肉と鶏肉を主にいただいたんですけど、めちゃくちゃうまいですね。さすが宮崎の肉といったところでしょうか。またね、こんな俺おっさんなのに、そのお兄ちゃん、いとこの兄ちゃんからしたらね、まあ一回りぐらい下なんで、もうね、いろいろやってもうたり、昼飯までね、おごっていただいたり、おばさんにはもうね、子供らのお土産代って言ってね、お小遣いくれる人なんかね、親からももらってないですから、もうずっとねえ、申し訳ないなっていうね、親戚のね、親より年上のおばちゃんですから、親父のお姉ちゃんですからね。いや、ありがとうございました。まあまたね、返せるものは返していきつつ、はいね、競馬も負けたしけども、まあお墓に行けただけ、よかったな。宮崎のウィンズさんが呼んでいただいたおかげなので、
まあね、皆さんもいろいろね、暑いですし、でここからはオリンピック終わるし、ちょっとしたら高校野球まで終わってすごい寂しい気持ちになるんね。でパラリンピックが始まるんですけど、パラリンピックが終わったところで本当にスポーツロスに、ね、なってしまうと思います。毎日やっぱ楽しいですもんね、この期間中ね。パラリンピックが終わるまでの期間中は、うん、まあそういう寂しい気持ちになったら、週末のね競馬でお金を減らさずに皆さんと楽しんでいけたらいいなと思っております。まあちょっといろいろねございました、週末でね。ね、本当になんかもういろんなニュースがもう毎日ね飛び交っているような、状態で、ずっと検索してる方とかももうだいぶ心疲れてしまってるんじゃないかなってね、いろんなことがありすぎて、地震もそうでしたしね、そういうところもあるでしょうが、何でも書き込んでね、気持ちを分かち合って、一緒に楽しく過ごせたらいいなと思っております。まあ来週も通常通りね、へこたれずに予想を上げますので、今日はもう遅いんでね、宮崎から帰ってきたんでね、今やっとね家に、ただはずなまた1レース目でウィン5外れて、これやったらとうとう逃げたって思われるなと思って、もう帰ってから動画をね今撮ったんですけれども、はい、懲りずに来週もね買ってみようかなって思っておりますので、将軍馬もね今日はそこそこでしたね。3着には来たけどもっていう感じで、まあ、当たったけどうんってね、固めの馬がしっかり来たっていうぐらいのね、大穴は来なかったので、はい、何とも言えない。まあワイドではねボコボコ取って、まあほぼプラマイゼロでは追われたんですけれども、ちょっと勝負できる勝負も上げれなかったんでね、また上げたいと思います。じゃあ最後に親戚のおばちゃんの笑顔だけでもね、載せておこうと思います。ありがとうございました。